母上。母上。息子が帰ってきたの。母上。ただいま。母上。キュー、年も明けたし、取ってあった酒を捨ててちょうだい。あの酒は鬼殺様だけのもの。ねえ、道中何を食べていたの？野宿が多かったからね。何もない時は野ネズミの巣穴を掘り起こしたよ。そうやって穀物を集めたんだ。野ネズミの巣がない時は施しを凍った。人の家の軒下でも寝たよ。母上は猿酒を作れる？猿酒って？猿が果物を木のうろに隠す。それが発酵したら人が持ち帰って酒を作るんだ。飲むと木の香りがして格別だった。物乞いで酒までもらえるの？葬式の時だけね。晩歌を歌う役を務めれば酒や肉がもらえたんだ。歌を習ったの？英国は戦のすぐ後で葬式が多い。自然と覚えるくらい晩歌が歌われていた。もう必要ないわ。戦のない露国では葬式は多くない。キューよ、もう出なさい。食事の後に話を。天は安泰、福寿無限、我が王にご加護、国の礎を常しえに守りたまえ。ねえ、キュウ。うん。こっちに、さ。なんです。一体どういうことです？キュウ、20年の間お前に話していなかったことがあるの。慈久山でお前が生まれ二日目のことよ。夢の中で父上が私のことをじっと見つめていたの。でも私にはお前がいたわ。
長い間父上は一人で寂しかったはず。それが申し訳なくて。母上、いきなりどうしたの？どこかに行くの？よく見るとお前の目と鼻は私に似ている。口元と眉は父上にそっくり。つまらない人間に気をつけて。お前には感謝している。こんなにね、大きくなった。もう私がいなくても大丈夫。離れるのは辛いけど、母としてお前の成長が嬉しいのよ。母上、酒でも飲んだ。キュウよ、もう行きなさい。母上、明日からこの部屋に入らないで。これから私は父上に仕える。ダメだ、母上。行って、言うことを聞きなさい。母上、行くの。やめてよ。棺を用意して。よく見ておいて。これを。宗国の玄関様の誓いの品よ。私が死んだら、そうで玄関様のお嬢様をめとって仲良くするのよ。約束します。難しいお願いがあと一つ。お墓の場所は知らないけれど、父上と同じ場所に埋めて。約束します。
体を大切にするのよ。立派な人になって。約束します。よかった。これで父上に顔向けができるわ。父上はお前にもう一つ名を残した。忠治よ。毛飛という兄がいて、お前は次男。私をめとるのを認めてもらう前に父上は戦で死んだ。父上の思いを忘れず、父上に恥じぬ人になって。母さん、なぜ今まで、なぜ言わなかったの？父上は炉の高貴な人だけど、話していたら何か役に立った？人に話しても笑われたわ。今なら良いの。口にしても笑われない。心に留めました。これは供え物の台に。布は中へ置け。銭は棺の担ぎ手に渡せ。32人必要だ。よく選べ。はい。私の親友の手を煩わせるな。高級の母上、私陽子が参りました。子供の頃よく酒を盗んだのに、私のことを一度も叩かなかったですね。覚えています。キュートは兄弟同然、食べ物も分けます。ご安心を。それでは。亡くなるのもそれほど悪くない。生き地獄よりマシだ。さあほら、あ、埋葬が終わったらお前を既存様の家に連れて行こうな。はあ、互いに違う道を歩んできたが、忘れたことはなかったぞ。今のお前は無力だ。何もできぬ。ところで、母上の墓はどうする？あ？どこに埋める？あ、おい！どうしたんだよ。言えよ。おい。お前、どけ。邪魔だ。母上を。父上の墓に埋葬する。父上を埋葬した場所は？知らない。
お前は誰だ。高級です。私を誰だと。兄上の毛妃様です。そうだ、私は兄だ。お前の兄だ。母上、お客様だ。お客様が見えた。奥様にご挨拶を。まだ奥様ではないわ。嫁いでないもの。あなたは誰？高級です。母上はおばあ様を呼びに行ったところよ。兄上の子だな。私は叔父だ。叔父ね。すぐ呼んでくるわ。母上、叔父が来たわ。あの人、あの人。早く。この人、この人だよ。高級がご挨拶を。高級？家族が死んだから助けてほしいとすがって私たちからお金を騙し取る気ね。母は岩長罪、父の名は公宿寮です。母が亡くなり。よかった。あの女が死んだから来たの。私たちも馬鹿にされたものね。父の墓は、場所を教えてください。私も父を供養したいのです。そうだそうだ、一緒に行こう。我が弟よ、みんなで。黙って。あの女は死んでなお将軍の顔に泥を塗る。来なさい。泥を塗る。そうなのか。20年、母は父を悪く言いませんでした。父ですって。お前はどこの誰の子だい。将軍の息子は一人だけ。まさか主典に将軍の息子がいるはずがないでしょ。悪い冗談だわ。冗談だ。出て行きなさい。出て行って。さっさと出てくれよ。目障りだわ。行け。さっさと出てお行け。早く。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子。母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子。母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か場所を教えてくれるか。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子だ。母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからない。知っていたら教えてくれ。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子。母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからない。誰か場所を教えてくれるか。教えてくれ。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子。母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か場所を教えてくれるか。私、高級は将軍公宿寮と岩長罪の息子。この銭で母上を埋葬しろ。その後は五穀で商いをしてはどうだ。母は父と埋葬されたいと。ありがたいのですが、受け取れません。受け取るものか。そいつが欲しいと思ってるのは爵位だろうからな。至るところに子を残す。それが将軍だ。どけ。身分は
天が秘めるもの、母親の亡骸を使うて身分を得ようとは。はよ埋葬せい。聞こえぬのか、はよせい。まだ進行中だ。将軍公宿領と岩長剤の息子、母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。そうだ、嘘つかぬな。お前は何者だ。なんだと。お前こそ何者だ。何を。おいごろめ。面白い。父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれ。そやつは四天の女の小せがれだ。そやつの父親だと。誰か教えてくれるか。私、高級の母が亡くなり、父と合葬してくれと言い残した。だが父の墓の場所がどこかわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は将軍公宿領と岩長剤の息子、母を父と共に埋葬したいが、父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は将軍公宿領と岩長剤の息子、母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は将軍公宿領と岩長剤の息子、母は父と合葬するように遺言を残したが、父の墓の場所がわからぬ。誰か教えてくれるか。私、高級は将軍公宿領と岩長剤の息子、母は父と合葬するように、父の墓の場所がわからぬ。誰か知ってる者は教えてくれ。聞いたか、騎兵たちよ。公宿領の息子がもう一人いたという話だ。街中で泣きわめいているらしいな。みんな知っている話だ。母親は四天の女だ。うまい具合に死んで19年も経って息子が現れるとはな。名を語ろうとする輩もあまたいるのに、それで高将軍の爵位が告げると。何もかも足りないロゼ、足りているのは諸子だけであるな。王様のおなーり、拝礼を。叫んどったのは公宿領の息子か。昨日英国の使者に聞かれて恥をかいたぞ。砂丘名に返答を書かせたが、どういうことだ。野豪で生まれた主天の子などよき笑い者であろう。奴は母親の棺を路地に置いたままです。とにかくそれを埋葬して、それから牢に放り込みましょう。なれば誰が弔うのだ。
礼をおろそかにする気か。三日も訴えているそうです。公宿寮の子でなければそんなことはしないでしょう。わかる。場所を知らぬ。お前が高級だな。一緒に来い。じじの母か。立て。高級が王様に拝謁いたします。皆様にも。ロゼは礼儀がおろそかにされてきたためこんな怪しげなものが現れるのだ。死者は土に返すべきと知らぬのか。埋葬もせずに父親の墓の場所を探し回るとは。この局府は名士や各国の使者が集う場所であり、我が国は天下の礼儀の手本だ。お前の行いは八つ裂きの刑に値する。刑が怖くはないのか。そなたも実に頑固だな。早く埋葬するのが孝行だ。身分が欲しくてこんなことをやっておるのか。私は外で女と遊んだことはない。だから私の死後私の子だと名乗る者は皆で切るがよい。よいか、教えず罰するのは法ではない。皆の話を聞いたであろう。早く母親を埋葬しろ。それが礼だ。何が礼ですか。礼とは親が生きているときは精一杯孝行を尽くす。親が死んだら金持ちは人や馬を殉死させ、貧しきは棺を作る。これこそ礼だ。親の最後の願いすら叶えることができず、親を人前でけなされてどう孝行を。親の願いを叶えるために死力を尽くすべきだ。親を侮辱されたら子はその相手を殺してしまっても構わんのだ。ならば母の願いは父との合奏、それを叶えます。これ以上両親を侮辱するなら私はあなたを殺します。おお、けしからん。炉の礼儀は全て失われた。一回の民が私を侮辱したぞ。いつまで笑っておるのだ。高級、あれが孝行か。父の墓が10年見つからねば母の棺も放置したままか。親は苦労して子を育てても恩返しを求めず、子も孝行に名声を求めません。死後のことは分からず、死者は生き返りません。人も死ねば万物と同じく朽ちてゆく。人も馬も殉死は形だけのもの。親が生きている間は使え、死んだ後はその願いを叶える。そんな孝行こそ心からの行いです。形だけだと。そんなものは奇弁だ。公宿寮はめとることを認められなかった。全て誠のことだとしても、そなたは高所軍の諸子、合奏したくとも身分の上下というものがある。けしからん。おお、なるほど、諸子か。諸子がおるぞ。諸子だ。殺してやる。殺してやれ。私を殺すのか。
引き下ろせ。やめろ。カイツ、写真のくせに私を殴るとは、ただいまは済まされんだ。写真のくせに。キソンよ、そういえば昔そんなことがあったな。公宿寮に認めるよう頼まれ、その後どうなった覚えておらぬ。確かに公将軍は目取ることを申し出ました。相手は清国の酒蔵の女。返事をする前に公将軍は戦で死にました。その後のことはよくわかりません、公将軍は忠実で勇敢されど認めなかった。申し訳ないことをしてしまったな。王様、この沙汰は私にお任せを。よく吟味して対処しましょう。認められておらんのに合奏するのは礼に反する。ロデは礼に欠けることが多い。この騒動もだ、気の毒な子だ。うちへ来い。失礼は承知の上ですが、家の大事ですのでどうか公平なご判断を。高級も呼びました。顔を合わせて決着を。騒ぎが続けば極苦の笑い者ですぞ。王様もご存知だ。おかしな男です。どうか牢獄に。これ以上私は恥ずかしめないでほしいわ。牢に入れるのが妥当とは思わぬ。この数日、高級は母親の棺の隣で泣き叫び続け、民は孝行息子だと言っておる。その様子はおかしな男では片付けられぬ。貴尊様、あの者がふざけた振る舞いで夫の名誉を傷つけるなら、女の身ですが私はあの男を殺します。奥方、もし真のことであれば、孝将軍の血を引く子供を殺したとあらば、あの世にいる将軍は奥方を許さぬはずです。貴尊様にご挨拶を。鬼殺殿からの成人の儀を。はい。孝将軍が亡くなり20年、なぜ今頃息子だと言い出した。何か証でも。母に聞きました。父と母は持久山で結ばれ、私が生まれてすぐ父は戦で没した。亡くなる際、宋の玄関様と両家の縁組を誓ったと。証の品です。どうぞ。爵位は継承できぬ。婚姻が認められておらぬからな。
よいか。まず母上を埋葬しろ。これ以上騒ぐな。父親が誰であっても罪には問わぬ。爵位など欲しいと思っていません。母に父との合奏を頼まれました。成し遂げます。恥知らずが。高級、玉は証にならず、高将軍も生き返らぬ。承服いたせ。諦めるのだ。母の最後の願いは叶えられぬと。天地を怒らせても気持ちは変わりません。貴様様。高級、母上は姓で奴隷だった。そうだな。歓迎の酒蔵にいました。20年前、高将軍は姓の女をめとりたいと言い出し、皆がそれを笑い飛ばした。将軍が服用で戦死したためにその沙汰も放置されていた。私が認める、将軍とさように約束をしていたのに、ここで知らぬ顔をすれば、高将軍はあの世で私のことを許さぬであろう。ならば私は死を選びます。私の生きる意味、それは将軍の名誉を守ることです。叶わぬのならば一層。奥方、言葉が過ぎます。高級、高将軍の墓の場所は教えてやれぬ。下がれ。行くぞ、ほら。奥様、お願いです。奥様、奥様、どうかお願いです。奥様、奥様、奥様。あの子が探し当てた檻は阻んではならぬ。それが天意です。嫌です。それだけはできます。奥方、今も変わらず王様から俸禄をいただいておろう。意地を張ると家族が餓死することに。お送りしろ。記してくれ。高級は高校息子、埋葬の沙汰は炉が霊の国である象徴。この沙汰は既存が処理した。民と貴族を合葬するのは礼儀にかないません。礼儀は一時的なもの、高校は千古不変だ。間違っておるか。わかりました。ただし平民にまつわる事柄は記さぬ決まりです。高級に官位を与えればよいということか。おいおい、教えろ。高校で官位か。はあ、よし、高田さん、おい、止めろ、今だ。早く、これに、いや、こいつだ、返せ。よし、よいぞ。ああ、また、俺の勝ちだ。勝ったぞ。よかった。おい、邪魔すんな。博打か。旦那様、昨日はあの塩をしかと砕きました。今日の分は今すぐ戻ってやります。黙ってろ、よいから。誰が父上から。他には。私も。受け取れ。
父上に勝つなよ。私は孝行息子なのだ。ようこの父上だぞ。あ、叩いてやる。面白い。待て。さあ、おぶうぞ。何の真似だ。早くしろ。高校で官位がもらえるらしい。父を背負えば、私は高校者だ。官位をもらえなければ恨むぞ。みんな集まってくれ。さあこっちに集まって、豚のような耳立ててよく聞いてくれ。私は本日この日から親孝行をする。まことの親孝行だ。これからは私より父上のことを敬い。旦那様、孝行は結構です。気持ちだけで十分だ。戻れ。結構です。中